皆さんこんにちは、ペソでございます。信長寝坊革新ですね、続きやっていきましょう。それでは こちらからもね、行きましょう。もうで兵力2万いんのか。まあ2万上限でいきましょうか。まあ一旦準備で、ここが届くぐらいだったらもう行っちゃうけどね。進め。で、あれ、あ、てっきり連れてきてたと思ってたけどね。明智さんもう一人。はい、騎馬行きましょう。武田さんはどっちかな。3部隊行きたいね、影勝さんと。まずこれだね。よいしょ。進め。個人的にはね、刑事さん連れていきたいんで、ここは一番武力のある人、おぶさんか。前進。で、弓隊はさすがにいないから兵器ですね、6人ちょうどいるんで2部隊はいけると。まずは織田よりの3人。進め。そうか、持ってきてなかったっけ。うっかりしてたな。大筒運んでなかったな。まあいいや。工場やぐらで行きましょう。もう行け。で、あとは、足軽ですね。
うん、もうここも、S ランクと A ランクでいいので、進め、そうか。行け。あ、結構メンバーばらけちゃいましたね。まあいいか。まあ落ちんことはないんでね。もうこんだけおったら。さあ行きましょう。あ、届くな、やっぱり。ということで、もう行っちゃいます。承知しました。承知しました。承知。お任せください。承知しました。お任せくだされ。もうこれはね、ごめんね。うん、まあ当然停戦言うてくるんですけどね。お味方が城内に突入しました。一歩たりとも近づけるじゃないぞ。ということで、ね、あっさりと終わっちゃいましたけどね。新たな幕府を開き、応仁の乱以降の長きにわたる戦乱に終止を打ったと。幕府誕生を祝して、織田家の中心と諸国の大名たちが一堂に会したと。ああ、勝家さんですね。ね、村を追われた農民たちも我が家に戻って安心して田畑を耕せるだろうとね。勝家をはじめ信長のもとに集まった者たちは戦の内容が訪れる喜びを分かち合ったと。この天下の安堵、この喜びが、末永く続くようにこれからもわしに力を貸してくれと。ある日信長は主だった合戦や、事業に関わった、後進たちを城内の茶室に呼び寄せたと。突然の信長の招きに、家臣たちは大いに動揺したと。秀吉、ただいま参上いたしましたとね。おお、秀吉がお主らと昔のことを語り合おうと思うてなと。それならそうと言ってくだされとね。いきなり呼ばれて何事かとこ、誠にお人が悪うございますなと。これは悪いことをしたようだなと。ただお主らの驚く顔が見たかったのじゃと。信長たちは久々に腹の底から笑い合った。そして昔のことを思いに馳せるのであったと。元信よ、お主が安土城を建てた時のことを覚えているかって、つい数ヶ月前やんこれね。城の図面を初めて見た時は、あまりの大きさに、不審が無事終わるかと不安でございましたと。しかし、東西
随一の職人や絵師たちと力を合わせて城を完成させることができたのでございますと。実際にかような大きな城が築かれるとは、誰も思わなかったであろうなと。城は大名にとって、己の、権勢を示すもの。安土城が築かれたことで我らの権勢も天下にとどろいたであろうと。上様が征夷大将軍に任ざられた時は、大変だったと聞くを読んでおりますがと。確かにあの時は大変だったなと。何せ、将軍就任の儀が決まった日だか三日未満祝宴が続いたからなんと、そっちかいな。あの時は飲みや歌いの大騒ぎで、将兵はもちろん領内の民にも大いに楽しんでおったと。おかげで、祝宴が終わってから、両国の体制を整えるのに随分苦労したなと。それは難儀でございましたなと。ともあれ盛大に祝うことで我らの力は天下に知れ渡ったことでしょうと。雪森、いや、まあこれはあれですね、誰だっけ、やっぱそう鹿之助さんのことでしたね。さすがに難攻不落の県城と言われるだけあり、守りは固く、兵の勢いも盛んでございましたと。これどこだ。しかし、粘り強く攻めて敵の勢いをそぎ、味方を絶えず鼓舞することでようやく落とせたのでございますと。あ、下津井港かね、天下に名だたき下津井港落ちるとは誰も思っていなかったであろうなと。落ちぬ城などはありませんと。数多くの兵を用い、時を惜しみなく費やせば城というものは必ず落ちるのでございますと。そのような強く信念を持って挑むことこそが、城攻めの極意なのかもしれないなと。今川家を滅ぼしたことを覚えておるかとね、秀吉さんね、忘れるはずがございませんと。あ、ここ最後ですよね。幸福でしたけどね、今川家といえば一時は天下に覇を唱えるまでの名声を得た大壇名をと。あれだけの、栄華を誇った今川家が滅びるとは誰も想像できなかったであろうなと。全くでございますが、実際にあの時は他国の大名も度肝を抜かれていたようでございますと。これも戦国の世の習いでございましょうかと。その通りだ。故に我らも今の栄華にすがることなく、常に気を引き締めねばならぬと。承知いたしました。私も及ばずながら全力を尽くしましょうぞと。昔が、語りと申せば、刀剣に対して包囲網が仕掛けられた時のことを覚えておるかと。あ、村井さんですね。忘れるはずがございませんと。あの時は刀剣もこれまでかと思いましたと。天下に覇を唱えようとした矢先、我らの周りの大名がことごとく敵となりました。いわゆる四面楚歌というやつだなと。周囲は皆敵でした。しかし当家の将兵が一丸となることで猛攻を防ぎきることができたのでございますと。こうして今の我らがあるのもあの時の頑張りがあってこそと存じますと。全く同じ申す通りだと。家中が一つにまとまっていれば、危機も乗り越えられるということだなと。ようやく天下を治めたというのに、戦に明け暮れていた頃が懐かしゅう思えるわと。まことに皮肉な話でございますなと。だが、これからが真の戦いじゃと。と申しますと、ここからね、クリック聞かなくなってますね。戦国の世に散っていた者たちのためにも、前世を敷き、この国をより良きものにしていかねばならんとね、この秀吉かと申し、受けたまわり申した。こうして信長は平穏な国を作っていこうと強く誓ったのだった。
はい、ということでね、無事ちょっと終わることができました。ちょうど140回目ということでね、良かったんじゃないかなと思います。で、これシナリオ増えてんのかな？なんかセーブはしてなかったんですけどね。あー、でも。あー、これ一応ありますね。あのバラバラになるやつですよね。全員がいっぱい出てきて、まあ一応仮想シナリオの扱いですけどね。まあ、お国替えするとね、いろいろ、あのもちろんなんていうか、不利な場所からスタートすることもできるんですけどな。え、信長さんどこ行った？あ、吉田郡山か、ここか。ここ岐阜ですよね。あ、ですよね。あ、秀吉さんもそうか、大名になっちゃうんですよね。信長さんどこ行った？あ、ここか、小山五号ね。この辺なんかすごい宇都宮とかめちゃくちゃ不利ですけどね。まあこんな感じで、そうか、光秀さんもね、単独大名になるんですよね。今度はあれどこ行った？あ、ここだ、つつじヶ崎からですよね。で、これは東北で三戸からですよね。まあこんな感じで、不利な状況からスタートすることももちろんできるということですね。まああとはチュートリアルとかね、まあこの辺使用したら、信長さんはなかったのかな、あの隠し武将とかね。ないんかもしれないですけどね。はい、ということで、とりあえずそうですね、この革新は今回で一旦終了という形とります。で、次回またね、ちょっと懐かしい方のね、信長さんやってみたいと思いますんでね、お楽しみにしていただければと思います。まあアーカイブとかこの辺で、ファイルの方でね、続けてご覧になっている方はね、ちょっとピンとこないかもしれませんけどね、配信としては次ちょっと懐かしのをねやってみたいと思いますんでね、お楽しみにしていただければと思います。では、140回ね、ご視聴すいません、お疲れ様でした。ありがとうございました。ではまた次の信長の野望でねお会いしたいと思います。それではさよなら、ペソでございました。